アイスランドの伝統的な県と市アイスランドは伝統的に23の県と25の市に分けられている。今日ではこの区分は行政的にはもうあまり大きな意味を持っていない。アイスランドは現在26の地域行政官に分けられている。地域行政官は地方の警察に優越する最高権限を有し、破産の宣告や境界外の婚姻手続きといった 行政機能を担当している。これら行政官の権限が及ぶ範囲は、往々にして伝統的な県の境界に沿っているが、異なっている場合もある。これら新たな行政上の県を使って話すときは、それらが同一の地域を含んでいる場合でも、関連として伝統的な県の名称を使用するより、行政上の県を中心都市に関連づけて語るようにしている。 最初の市は18世紀に建設された。これはアイスランドで始められた市街化計画の一環であり、この試みは1980年代まで続けられた。市であると宣言した最後の町は、1983年に市となったオーラフスビークであった。それ以来、自治体に関する法律は、都市部、農村部含め各自治体間に何らかの差別をもはや設けないように改正された。 伝統的な剣は以下のようになっている。市は以下のようになっている。ありがとうございます。